チェネリベーストンネルとゴッタルドベーストンネル。チェネリベーストンネルは、スイスティチーの州にあり、モンテチェネリの下を貫き、マガィの平原のカモリのトルガーの近郊の別野を結ぶ、鉄道をトンネルである。サネリーはイタリア語では、チェネリ、または、チェーネリと読み、ドイツ語では、チェネリと読む。ここでは、トンネルが、スイスのイタリア語圏にあることから、チェネリベーストンネルの、 項目名を採用する。トンネルは単線のトンネル2本で構成され、東側のトンネルが全長15,452メートル、西側のトンネルが全長15,289メートルある。二本のトンネルは40メートル離れており、325メートルおきに連絡通路で結ばれている。トンネルの信号設備は ETOX レベル2が導入されている。 1>, 1日に170本の貨物列車と180本の旅客列車を走らせる能力を持つ。このトンネルはスイスを縦貫する標高が低い鉄道路線を形成することで道路から鉄道へ輸送を転移させることを狙ったアルプトランジット計画の一環として建設された。1992年12月16日にスイスの議会で承認され、 さらに1998年11月29日の住民投票で指示されて着工した。2007年に開通したレッチュベルクベーストンネル及び2016年に開通したゴッタルドベーストンネルと組み合わされた計画である。本港トンネルの高さでの岩石蘇生に関する地質情報を得るために、シギリノの探査校は1999年から2003年までの間に、 すでに掘削されていた。探査工により得られた情報により、トンネルボーリングマシンでの掘削は一部に止め、大半の区間では古典的な葉っぱによる工法が選択された。初期の工事は2006年3月に開始された。公式の着工式典は2006年6月2日に行われている。当初は2019年12月の開通を予定していたが、2015年に起きたトンネルに、 導入されるシステムの入札をめぐる葬儀により遅延が発生した。2020年9月4日に開通式が挙行され、同日11時30分、最初の貨物列車がトンネルを通過した。ただし実際に鉄道のダイヤが改正されて、列車の運行が開始されるのは12月からとなっている。チェネリベーストンネルは、現在の高速鉄道にも、重量貨物列車にも、 不適切なモンテチェネリの勾配路線に代わって、コッタルドベーストンネルへの南側の重要な取り付け路線となる。もう一つの接続路線は、マッチオーレこそイにルイーノへ通じており、イタリアにより、コッタルドベーストンネルの開業までに改良されている。双方のルートは、マガりの平原のカモリの接続点で合流する。トンネルの開通と、スイス国内の他の路線の伏線化の効果で、 チューリッヒからルガーノまでの所要時間は20分短縮され、チューリッヒミラノ間は3時間17分となる。さらに、イタリア国内の他の改良工事が完成すれば、3時間程度となる見込みである。また、ベッリンツオーナトルガーノの間は27分から19分に、ルガーノトロカルノの間は50分から29分に、それぞれ短縮される。貨物輸送の観点では、 この平坦な路線により、貨物列車の全長を500メートルから740メートルへ伸ばすことができる。また、ピギーバック輸送のために高さ4メートルの貨車の通れるルートの整備がヨーロッパで進められているが、チェネリベーストンネルと前後の路線はこれに対応した整備が完了している。しかしイタリア側は、古いままのルートを低速走行しなければならないという制約があり、 線路容量を増大させる支障となっている。また、これを解決する投資は無期限延期となっている。さらにドイツ側では拡大工事が遅れており、チェネリベーストンネル回数時点では、全長740メートルの貨物列車を運行する、目処は立っていない。ありがとうございます。